大きなあくびですね、タクトさん。あ、大丈夫ですか？いいえ、それよりもタクトさん、疲れているんじゃないですか？さっきからずっと眠たそうですが。そんな、謝らないでください。私よりもタクトさんの方が職務に励んでおられたはずです。いいえ、そんなことありません。タクトさんはいつも手を抜いておられるように見えますが、その実誰よりも熱心に職務を遂行されていることを私は知っています。はい、タクトさんがそうおっしゃるのなら。はあ、わかりました。けれど本当にお忙しそうに見えるのですが。今回の任務の件ですね。休暇中にそんな事件が起きてたと聞いたときは驚きました。こうして見ると本当に遠いですね。確かに毎日にぎやかで長旅という感じがしませんね。ところでタクトさん、もう少しで到着ですが、そこで一体何があったんでしょうか？ぼやけていてよく見えませんね。それじゃ調査艦隊の方々は。あ、いえ、私頑張ります。調査艦隊の方々の無念を無駄にはしません。はい。あ、いえ、タクトさんは私に何かご用があって時間を作ったのでは？なるほど、二人っきりですか。二人？いえ、申し訳ありません。ただ二人っきりなんて、私小さな頃からあまり男性と話したこともありませんし。司令官として当然ですよね。そうですよね。やっぱり一人の男として。たびたびお騒がせして申し訳ありません。はい、士官学校の友人によく。よかったとは？迷惑だなんてとんでもない。こちらこそご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いします。あ、私ったらまた。いえ、あの、なんと言いますか、こういう状況はなんだか照れてしまいますね。こうしてタクトさんと二人っきりで。はい。
ません。でもあの、ええ、分かってはいるのですが、なんと言いますか、あの、仕事よりもタクトさんと二人っきりは緊張するというか、とんでもないです。あの、そんな嫌だとかそういう意味では決してありません。逆にあの光栄というか、あの、私たら何を言って、あの、その、はい、少し落ち着きました。申し訳ありませんでした、取り乱してしまって。なんだか緊張したせいか喉が渇いてしまいました。あ、私と来たらタクトさんにお茶もお出ししないで。今すぐ入れてまいります。どうぞ、ソチャですが。あ、見てください、タクトさんのお茶、茶柱が立ってますよ。はい、私の故郷ではこの茶柱が立つと縁起がいいと言われているんです。ありがとうございます。よろしければおかわりもお持ちします。お待たせいたしました。おかわりをお持ちしました。タクトさん、タクトさん、お休みになられたのですか。とてもお疲れなんですね。ゆっくり休んでください、タクトさん。おい、タクト。おい、タクト。タクト、お前いつまで。タクト！あのな、副司令官がブリッジにいるのは当然だろうが、この大変な時にいつまでも寝ぼけてるんじゃない。寝言はいいから、もっとシャキッとしろ。あと、とりあえずそのよだれを拭け、シートが汚れるぞ。まったく、敵襲だってのになんて余裕だ。そのずぶとい神経を少し分けてほしいもんだ。だから大変だと言ってるだろうが！ああ、マイヤーズ司令ってば。どうしてこうクールダラス副司令を刺激してばっかりなのかな。しかも天然でね。でもマイヤーズ司令らしくていいと思うわ。それもそうね。その方が私たちもなんだか落ち着くし。やっぱりマイヤーズ司令はこうでないと。お前ら、あまり不穏当な発言をするな。はーい、すいません。まったく、付き合いが長くなってくるとどいつもこいつもお前に毒される。今何か言ったか？どうした、タクト？まさかまだ寝ぼけてるってわけじゃないだろうな。はい、敵艦隊モニターに出します。敵艦隊接近を始めました。わかってる。エルシオール、第一戦闘配備。エンジェル隊、紋章機に搭乗お願いします。さあ、タクト、お前の出番だ。おい、タクト、
まさか寝ぼけて指揮の仕方を忘れてやしないだろうな。さすがタクトさん、頼りにしてます。本当です、我々の命タクトさんにお預けします。まあ本当はそれぐらい当然のことなんだけど、ここは褒めといてやるよタクト。了解。これが現在の状況だ。エルシオールの現在位置はここだ。敵艦隊の配置はこうなっている。もう一度作戦内容を確認するか。了解。